はい、こんにちは。マルソンカラーの明日です。えー、留学エージェントに禁断の質問シリーズということで、今日はですね、ぶっちゃけコロナ禍でエージェントの経営大丈夫ですかっていう質問にお答えしたいと思います。コロナ禍を理由に倒産したとか、ね、あの、潰れたっていう会社の話はほとんど聞かないんですよね。不思議なことに。まあ、ただね、あの、あることはあるというのは聞いてます。 私たちがお世話になってる会計士さんの話によると、まあ、その会計士さんがですね、え、いろんなエージェントさんのサポート、お仕事をしていて、苦戦してるとか、あの、閉じたとかね、そういう話はあるらしいんですよね。まあ、ただ私が知ってるエージェントさんでは、ま、そういう話がないと。 まあ実際ですね、日本のエーテントさん含めて、その亡くなったとか潰れたとか話になると結構あの横で業界で広がるんですけども、そういう話も届いてないので、あのほとんどこう消えてないね、潰れてない。まあもちろん苦戦はしてるんだけども、あの会社自体はね、あの、まあ生き延びてると。私たちも含めてね、えー、というところかなと思います。 仮にですね、その撤退したとか、潰れたっていうよりは、どちらかというとですね、あの、まあ、規模縮小とか、または、あの、自主廃業みたいな、そういう形で去っていく会社はあるかとは思います。まあね、あの、留学エージェントのお客さんはね、あの、通常やっぱ学生ビザを使って渡航する方がメインですから、去年のね、11月から実際に学生ビザが発行されるようになって、えー、まあちょっといろいろハードルはありますけれども、渡航自体はね、できるようになったと。 ま、従って去年の11月、年末ぐらいからは、実際にあのお客さんが来始めて、え、ま、エージェントとしてのね、え、ビジネスが少なからず動くようになったわけですよね。だからまず、ま、会社があるかないか、潰れてるか、潰れてないかっていう意味では、会社はほとんど残っているという印象でございます。ま、ただね、あのコロナ前と比べて何が変わったかというと、まずエージェントのね、勢いが変わっているっていうのが一つですよね。 単に、あの、コロナ禍をね、生き延びてるっていうだけじゃなくて、あの、会計さんのお話でも、やっぱり、えー、まあ、強く生き残ってるところと、まあ、弱くなってるところが、やっぱあるような話だったので、あともう一つは、エージェントの得意分野っていうのができてきて,てるのかなとは思います。あの、というのは、例えば、留学というとですね、あの、まあ、ワーキングホリデーで学校行くとか、まあ、語学留学とか、専門学校ね、コープ留学、コープとか、えー、あと、 公立、カレッジ、大学の進学とかですね。まあ、いろんな分野ありますけれども、まあ、例えばね、ワーホリ語学留学に強いところあって、そこの問い合わせが多分増えてるかもしれませんし、あるエージェントさんでは、コープの問い合わせはほとんどないんだけども、その公立のね、進学案件がね、多いとか。えー、まあ、またはですね、私たちもそうですけど、コープの留学がね、すごく増えてるとか。えー、まあ、そういったあの、エージェントごとにこう、集客の強み弱みっていうのができてきてるようにもね、えー、聞こえます。 で、私たちもコロナ前は、やっぱりあの、語学留学とかワーキングホリデーのお客さんがですね、えー、まあお客さんの数で言えば一番多かったんですよね。 もう今はそれが大逆転して、えー、まあ、専門留学と、あと、公立、カレッジの進学ですね。もう、この二つだけで結構ですね、もう手一杯の状態になっています。で私たちの場合のね、話をちょっと赤裸々にお話したいなと思うんですけども、えー、カナダでも去年の3月にですね、緊急事態の宣言があって、国境が閉鎖されましたと。えー、まあ、そこからですね、もちろんですね、もう渡航するお客さんもゼロになりましたので、えー、まあ、3月はまあ、何、えー、でしょう、あの、 売上はあったんですけども、まあ、4月からですね、まあ、ストップして、えー、まあ、基本的に4月から、え、11月までですね、えー、もう基本赤字です。まあ、あの、お申し込みいただいてるお客さんは、あの、あったんですけども、その、要はコロナ禍の収束を見越してですね、えー、お申し込みいただいてる方は、まあ、毎月いらっしゃったんですけれども、それでもですね、まあ、会社運営の点では、基本的に赤字ですね。あの、固定費を賄う分はもちろん、あの、上がらないという状態が続いてました。 ただですね、サナダ政府の補助ですね。で、これがとにかく大きい。財務状況を伝えて条件に当てはまればですね、従業員の給料の75%をですね、政府が負担するという策が始まってました。で、この策はまあ今も続いてるんですけども、えー、まあそういった策が、えー、まあ4月から動いてたのかな。えー もう3月、4月ぐらいからもう早速動いてたので、えー、結局、まあそれの補助と、あとですね、途中から、えー、レントサブシティって言って、あの、まあ家賃の補助も国が出すようになったんですよね。で、これはその、条件によって、こう、負担率はまちまちなんですけども、もうこれも、えー、かなり、えー、負担軽減につながりました。ってことなので、私たちはその、まあ4月から、えー 給料とですね、家賃の負担の補助があったので、基本的にあの、本来だったら赤字のところが何度か生き延びることができたと。で、その状態で11月に途中入して、学生ビザで留学生が来れるとなってですね。で、まあ12月からはもうほぼコロナ前と同じ状況か、あの、まあむしろコロナ前を超えるような月もありまして、まあ順調にですね、あの、経営自体は推移していったという形ですね。 で、私たちに関しては、もう6月の時点でもうあの、えー、何でしょう、経営が順調になってきたので、政府の補助はですね、あの、私たちの方からも終了ね、お断りして、えー、通常に、あの自、自分たちの力だけで今経営しているという状況ですね。まあ、お問い合わせもですね、去年の11月以降増えて、で、そこからいつぐらいですかね、まあ、夏前ぐらいからまた、えー、お問い合わせが結構増えてきてですね、<laughs> あの、まあ、むしろこう人が足りないぐらいの状態になりまして、 語学留学とかワーフリーのお客さんはですね、えー、一部ちょっとお断りしてる、えー、またあの他社の、ねえー、カウンセリングに委託してるという状況になっていて、ちょっと申し訳ないところなんですけども、引き続きエージェントとしての経営はですね、あの非常にこう、忙しくさせていただいているというところですね。はい、ということで、えー、今日は以上でございます。ご清聴ありがとうございました。